こんにちは、森えりです。はい、久しぶりです。はい、久しぶりって毎回言うけど、結構久しぶりでもないけど久しぶりです。いや、今日はですね、結構いろんなね、疑問が、森えりって、特殊メイクとかするでしょみたいな。まあ、するんですけど。特殊メイクの人でもあるんですが、特殊メイクをやった後に、特殊メイクってね、普通のパレット、こういう、なんていうの、普通のパレットだったりとか、意外とね、アイシャドウとかをたくさん使うんですよ。で、普通のまあ特殊メイクの道具とかも使ってはいるんですが、私はなんていうんだろうな、みんなにもできるようにアイシャドウとか、身近にあるものでできる特殊メイクをやっているんですが、その時にね、要はさ、毛穴だったりとかに化粧品がこう入り込まないんですかってよく聞かれるんです。で、毛穴とかに入っていくとさ、色素沈着とかもなっちゃったりとか、いつも使っているのがですね、肌ナチュールって言って、今これちょうど開いたばっかなんですけれども、はい、というまあ、クレンジングになってます。で、これがね、なんで私いつも使ってるかっていうと、クレンジングなんだけども、これ泡なんですよ。で、泡で、美肌効果があったりとかして、友達がね、もともと使ってたんです。で、その友達が敏感肌で、あんまりこう擦ったりとかこうするさ、シートで落としたりとかするのが苦手な子だったので、友達と周りに行った時にこれ使ってて、私いつもシートでこうやってやってたんですけど、毛穴だったりとか、あとは皮脂、皮の上、要は顔の皮の上についたものの汚れっていうのは、擦ると要は奥に入ってっちゃうんだなっていうのを、特殊メイクをやっていてね、思ったんです。まあ、それは私の洗い方が悪かったんだなっていうのも、まあ、同時に感じたことだったんですね。で、まあ、これ紹介してもらって使うようになって、今やっとね、2本目になったんです。結構使えるんですけど、今2本目になったんで、じゃあ開けてみようかなと思って、ちょうどね、2、3週間前ぐらいに切れちゃって、で、最近私特殊メイクやってなかったんだけれども、普通のクレンジングとしても使ってたんですよ。はい。で、中にはですね、これとこの説明書、温感マッサージみたいな感じで、こすらないクレンジングって言ってて、本当にね、ポン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 、化粧品、化粧水と一緒。化粧水もこうやってさ、こうやってなじませて肌に浸透させていくじゃないですか。中から汚れをこうじわじわっと落としていくような感じで、やり方もちゃんと書いてあるので、それを見ながら今日は、まあ、多分私のやり方間違ってたらさ、あれなので、こういうとこにね、ちゃんと書いてあるのでやっていきたいと思います。まず炭酸クレンジング、ファースト3ステップ。はい、振りましょう。容器を立てた状態で傾けたまま泡出すとダメなので、立てた状態で出す。振りすぎか。レモン1個分で、こうやってやってレモン1個分を出す。表面スタンディングで1個分です。はぁ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 、どこ行った、サプリになる答え。はい、これでレモン1個分出します。で、出したら、まあ本当にこう、こんな感じでこうやって塗って、あ、もうすぐにね、こんな感じになっちゃうので、こうやって塗って、こんな感じでですね、ポンポンポーンという感じで、こんな感じで湿らせていきましょう。ホット感を感じたい方、鼻息出してみて、ふーって。あ、すごい熱いから。温感が結構染み込んできたら、鼻の角質とかも乾燥してるから、よくなじませてやっちゃってください。イエーポンポン。この時点で浮いてきてるの分かります？ちょっと今目染みそうなんで、ちょっと洗っていきたいと思います。はい、すっきりやないかい。どうでしょうか。すごい、ここが分かるかな、ほら、よくさ、いろんな CM とかでさ、こうやってやってさ、肌の浸透をよくなんかこうアピールしてる CM あるじゃないですか。こうやって化粧水つけた時にどんだけ肌に水が入ったかっていうのが分かる CM あるじゃない。こんだけね、今のクレンジングがね、美肌液と一緒にこう中に入ったかっていうのが、このくっつきで分かると思うんですけれども、全然私今触った感じ、ガサガサもなく、
前回のメイク見てもらったと思うんですけれども、すごい感じのメイクをねしたんですよ。なのでここのメイクとかも全然すごく今いい感じに落ちてですね、肌の内側が元々の生まれつきの赤ちゃんの肌と同じ色なんですね。でまあ人間さ、こっちとかは紫外線浴びてるのでちょっと黒くなったりとかもして、私は結構まあ白い方なんですけれども、でもこっちと比べるとやっぱりちょっとこっちの方が黒いじゃないですか。なんだけどこっちはまあ今ライトの関係であれなんだけども、こっちは白いんですよ。で今こっちの肌と比べるとちょっと見えにくいかな、ほらあんま変わんないの分かるかな。でこっちの方が白くなったらまあ、いいと言われてるんですね。っていうのはキメが細かくなるっていうのをエステの人から聞いたので、今ね白くなっててね、ほらこっちの肌と一緒ぐらいになってきたので、こっちの方ちょっと白いかなぐらいなので、今洗ったことによってまたキメが細かくなったのかなと思います。だから汚れがちょっと落ちたのかなと思いましたね。はい、ということでちょっと久しぶりにこの洗顔の紹介をしたので、過去の動画とかもいろいろ見てみてください。はい、ということで今日は私の愛用しているこちらのですね美容液タイプのクレンジング肌ナチュールのご紹介でした。まあ本当に特殊メイクとか最近出せてないので、ちゃんと、まあ、出してね、このナチュールでこうケアしながらまたやっていけたらなと思うんですけど、まあ、グロいのでね私のメイク、まあ、ちょっとまたやりたいなと思います。森有でした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはこちらに出しておきます。そして過去の動画はこちらに出しておきます。 Twitter、Instagram、他の SNS、まあ、ブログだったりとか、今回の商品の概要は下に全て概要欄に書いてあります。ということで森有でした。バイバーイ。